来週の秀美さんは次郎です。今年はサンマが不良だと聞きましたが、え、今年のサンマはトイレで隠れてタバコを吸っていたり窓ガラスを叩き割ったりしてるのでしょうか。怖いですね。さて来週の秀美さんはキットカットの他にキットパーマ、キットカラー、キットトリートメントがあると思っている。イケてる男をイケメン、裸の男をラーメンと呼んでいる。ラーストで煽り運転はカーブのたびに後ろからからのそれからと言ってくることだと思っているの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン。